ムスタファ・フェブズイ・着幕は、オスマン帝国及び、トルコの軍人、政治家。長年にわたり、参謀総長を務めたほか、トルコ革命中は、ムスタファ・ケマルの片腕として、暫定首相を務めた。最終階級は、マルシャル。オスマン帝国の帝都イスタンブールのジハン・ギールに、砲兵交渉勤務のアリス・ルエフェンディと、バルナル・ベキルエフェンディの娘へ、 スナハヌムの三男として生まれた。1879年に、父アリス・ルベイが、ルーメリ・カバウにある、国会砲兵連隊に転属となり、家族で転居したため、後に、カバクル・フェブズイと呼ばれることになった。1882年から1884年まで、ルーメリ・カバウのサードクホジャ学校で、1884年から1886年まで、 サルイエルのテドリスイーエイハイリーエコーで学んだ後、1886年にサロニカのセラーニク幼年兵学校に入学、1887年にイスタンブールの総ウクチェシメ幼年兵学校に転校し、1890年から1893年までクレリ少年兵学校で学んだ。1893年4月29日に士官学校に入学し、 1896年1月28日に7席で卒業してオスマン帝国陸軍で不評少位に任官した。クラスにはアリサイドエフェンディ、ベフビエフェンディ、アリエフェンディ、アーリフエフェンディ、レシャードエフェンディらがいた。1896年1月28日に陸軍大学に入学して、1898年12月25日に同校を修了し、 参謀大一として参謀本部第四課に配属された。1899年4月11日、メトロビチャ中流の第18師団の参謀となり、1908年12月29日、タシュルジャ軍の知事と司令官を兼務する形で、第35旅団長に任命された。1910年1月19日、旅団長をたるには、 階級が低いとの理由で、予備役とされた。同年4月27日、タシュルジャ軍長兼婚生、コソバ軍団司令部に配属され、7月27日に、同軍団参謀長に任命された。1911年1月15日、参謀本部第五課長に任命され、10月2日には、石子ドラにいた際ににし、ルメリアをイタリアから防衛するために編成された。 西部軍司令部の霊下に入れられ、10月6日に一匹三尺の知事に任命されたが、10月19日、イスタンブールに送られ、参謀本部での任務に戻った。1912年2月11日、アルバニアとルメディア三県の改革決定を履行するため、内務大臣、ハジュアーディルベイを主席として組織された委員会の委員を務め、5月9日、最小府に新設される、 初期局に配属された。7月3日、ヤコバ中流の第21師団長代理に、8月6日には、コソバ総軍参謀長に任命された。バルカン戦争勃発前夜の1912年9月29日、ハレプリゼキパシャの指揮するワルダル軍司令部の第一課長に任命された。第一次バルカン戦争で、ワルダル軍は、クマノボの戦いで敗北し、モナスティルに引いたが、 モナスティルの戦いでも敗北してアルバニアまで交代した。この間、フェブズイの弟ムフタールは、モナスティル北西のオブラコボ高地で戦死した。1913年5月10日、ワルダル軍参謀長、イブラヒム・ハリル大佐がイスタンブールに召喚されたため、参謀長職を代行した。6月19日、ワルダル軍司令部は、カラデニズと、 ギュルジェマルに分譲してセマンからイスタンブールに撤収した。その後、フェブズイは8月2日、アンカラ予備士団長、12月22日、第5軍団長に任命された。第1次世界大戦でもガリポリの戦い、パレスチナ戦線、カフカース戦線など様々な戦線で従軍したが、大戦末期の1918年、オスマン帝国の参謀総長及び、 軍事大臣に就任した。しかし、ムスタファ・ケマルがアナトリアに渡った後、1920年4月にアナトリアに渡り、4月27日にアンカラにいたり、トルコ革命に身を投じた。このためオスマン帝国政府から欠席裁判で死刑判決を受けた。セーブル条約で軍備制限されていた軍の実力者として、これを再建し、ムスタファ・ケマルを助けた。 イスメトがキュタヒャでギリシャ介入軍に敗れた後は軍の指揮を引き継いでトルコ軍の階層を押しとどめサカリア側の戦いでギリシャ軍の撃退に成功したギリシャ軍との最終決戦である1922年のドゥムルプナルの戦いでもムスタファケマルと共に軍の指揮を取り勝利後の8月31日に元帥に列せられた現在に至るまで トルコ軍で元帥に劣勢られたのは、ムスタファケマルとフェブズイ着幕のみであり、現在トルコ語で元帥という場合、特に注がない限りフェブズイ着幕個人を指している。軍司令官であると同時に、トルコ革命中の1921年から翌年までアンカラにあるトルコ大国民議会派政府の暫定首相を務めた。制服を脱いで、 政治家に転じたムスタファケマルやイスメトとは対照的にトルコ共和国成立後の1924年に大国民議会議員を辞して軍人職に専念、同年から20年にわたりトルコ軍参謀総長を務めた。政策にも因然たる影響力があり拡張政策を続けるイタリアの独裁者ベニート、ムッソリーニを警戒してイタリア領、 ドデカネス諸島の対岸にあたる地中海沿岸地域と中央アナトリアを結ぶ鉄道の建設を国防上の理由から許さなかった。退役後、民主党の名簿から無所属候補として出馬し、イスタンブール選出議員となった。多党制以降に伴い、オスマン病力場所らの結成した国民党の名誉党首となるが、ほどなく1950年に、 イスタンブールの手首引きへの医療施設で死去した。ありがとうございます。